お疲れちゃんですラットです。今日ですねこちら 2.0 ウォールブレイカーでねなんと20勝チャレンジをねクリアしたね、麦のリプレイをねいただきました。僕ではないです。はい、無理ですね。こんなすげえ大変そうなデッキでね20勝はねマジ上手い人しかできません。というわけで、麦ですね、まあ、知らない方もいるかもしれないんですけど、まあ、日本で一番強く、まあ、世界でも本当まあ、1,2,3 には絶対入ってくるだろうっていうね、もう化け物です。ちなみにプロフィールがね、こんな感じかな。ベストシーズンがマルチ世界1位で、前期も世界8位と。で、もうなんか1,2,3しかないね。輝いてます。で、サバーカの方もね、なんとね、ベスト5位で前期7位というわけで、まあ、前期7、8フィニッシュとかね、してる本当にね、もううまうまプレイヤーです。というわけで、そんな彼、まあ、YouTube やってます。で、概要欄にね、本当に、マジで異次元にうまいです。まあ、基本高回転ですかね。高回転何でも使うようなプレイヤーなので、高回転好きな方とかね、うまいプレイ見たよって方は、ぜひね、皆さん概要欄チェックしてください。まあ、というわけで、たくさんもらったんですけど、まあ、全部はさすがに長すぎるので、まあ、6、7本ぐらいはね、はい、見ていけたらなと思います。僕もね、まだ見てないです。初見です。で、上側ですね。はい、サイドは上側。で、まあ、この 2.0 オールベーカーね、なんか毎年使われるね、はい、です。デッキかな。でね、対空がね、吹き矢と、まあ、コウモリがあるんだけど、まあ、吹き矢とコウモリしかないんですよね。しかも今回の、この対戦相手のね、ムサ様、なんと、ウッドイレスピー。だから、マジで、やばいんだよ。吹き矢が飛ぶし、コウモリも行かれんだよね。だから、これで、どうやってランバル守ってんのっていうのを、さあ、まあ、見ていきたいですね。いやー、これもきつい。はい、これでね、逆サイやって、吹き矢と。魚の、ここは一発許容。許容していく。いや、一発いた。な、LSP ぐらい今、添えればよかったんじゃないのと思うんですけど、まあでも勝っていくんだね。何がうまいかってこう、まだ分かんないかもしれないですけど。まあこう言ってね、なんか許容っていうのがね、後々響いてきますね。さあ、相手もバカ高回転ですからね。2.0 オールブレイカーについていけるぐらいの高回転。さあ、ウッドとファイスピで守ってきますね。いやこれ鬼渋いけどな。これだってこれでやばいもんな。で追加レシピとかされるだけでもきついし。さあ今回は吹き矢コウモリでも持っていくと。まあ相手からしたら攻めでね吹き矢にウッド打ちたいよねっていう。で防衛はなんかねウッド温存したいよねってところなんですけど、まあ、しっかり攻めてねウッドを使わせます。しかもこれ入るんじゃね。さあいいですね。まあ、両サイド削ってますね向きは。どうなんだろうな。いやー、近畿道もね、しっかりされていく。これだって、きついよな。だってこれ、ランバルされて。まあでも、相手もウッドとか持ってないとランバルする意味がないんでね。まあ、防衛で使ったランバーからのみたいなのね、できれば理想かな。さあ、ウッドプラスのスピリット系。いや、これランバル来るっすよね。さあ、で、バルーンで、スピ系追加のウッドか。いや、ウッドが来ないのは、でかい吹き矢で、いやー、2周目でね、ギリ耐えます。いや、でもなんか、常に死にそうだよね。さあ、ここは、アイゴレも添えていきます。で、ここはガン無視と。で、無視してくるのには、いやー、でも、これを耐えれちゃうんだな。いや、耐えれない。耐えるんかい。いや、マジ。今の疑惑じゃないこれ、なんかマジで、俺らがやったら入るみたいな、よくあるよね。今のバルーン入んなかったら奇跡だな。まあでも今のバルーンがもし入っていたとしても、今のタイミングで攻めて、もう一個のターンも800までいってるんで、まあ、落とされてもなんとかなるよねっていう、まあ、保険の攻めもね、さすがですよねっていう。さあまあいろいろあるんですけど、いやこれはおもろそうだな。メガラム大変ですよ。なんか上手い人はね、やっぱ許容が上手いですね。許容して、あそこ守らないんだ、みたいな。なんか。でもその分を、守りに使わなかった節約したコストをしっかり攻めで使っていくみたいな。あとはね、スケとかエレスピとかにも無駄がないですね。なんか、たかが1コスなんですけど、その1コスですら無駄がないですよね。さあ、
いや、相手のファイアボもいいファイアボや。しかも樽で抑えられる。いや、もうきつい。さあ、LSP? スケット。さあ、苦しそうです。いや、ラムライダーってね、このコウモリとかスケをこう順番にやってくれるから、結構小物メタなカードなんですよね。さあね、ここどう突破していくか。相手いた、キツメが、もうメガラム組まれるだけえぐいよね。さあ、相手は、一旦防衛からね。LSP も嫌だもんな。さあ、ディガー、ウォールブレイク。やっぱ、積極的にというか、結構ね、飛ばしますね。やっぱこう、序盤にダメージ削っとかないと、ほんと、後半多分、削るのが苦しくなるし、っていうので、まあ、序盤ね、めちゃくちゃ攻める。なので、興味ある方は、ぜひ、皆さん使ってみてって感じなんですけど。さあ、で、マザネクが殴ってからしっかりコウモリと。で、そのコウモリは無駄にならないようにしっかりディガーをつなげ、ウォールブレーカーも入れていくと。で、ファイアーボール使ったので、みたいな。いやー、なんか余裕で勝ってますよね。今んところ無駄がないですね。U の受ける低めのスケルトンであったり。まあ、みんなもちょっと一回は使ってみてね。楽しいんだよね。もうこういうのはね、決まると楽しいんだけど、まあそう簡単には決まらんよなっていうさ。で、オールブレイカーまで行くんですよね。ここでね、オールブレイカー飛ばさないと、ただただこう、LSP とかで抑えられたことになるんでね。オールブレイカーまで行くことによって、まあコストを使わせてね。っていうのがありますな。しっかり攻めきる。攻めまくる。2周目までね。あ、ここは、わ、相手のメガネとかでもうまい。まだ、あ、吹き矢と、ウッドと、さあ、吹き矢がなぜか残った。で、防衛ディガー。さあ、スケは出しにくいよ。いやー、スケはマザネクに当たらない位置に出しながらの、さあ、ウッドで。で、ダメージも許容しながらね。いや、うまいな。この、やっぱ焦ってユニット出しがちだと思うんですけど、スケとか、コウモリとか。そういうのもしっかり、負けないようにというかね、負け筋がマザネクでやっぱいっぱい舞台になることとかだったんで、まあ、その辺ちょっと気をつけてね。さあ、しっかり金起動もして、さあ、いや、うまっ!キモいぐらいうまいな。ね、この1コスの2コスとかの使い方がね、レベチなんですよね。マジで無駄がない。うん。すごいな。これをしかも当たり前にするっすからね。まあこれが本当にマルチで世界一取るというか、本当にこのクラロワっていうゲームの、まあ、最終形態ですよね。うん。ここまで生きてえけどな、俺も。そう簡単じゃねえんだ。なんか、見てたら俺もできそうなんだけどね。分かってはいるんだけど、できねえんだよね。さあ、まあ、ここはしっかりね、カウンターでディガー。で、両サイドのね、このウォールブレーカーですね。ウォールブレーカーマジ2コスでね、こんだけダメージで耐えられるんでね。マジ本当に手札回ってきたら、とりあえずウォールブレーカーみたいな感じでね、攻めていきますよね。まあ、じゃあ、なんかね、自分だったらこう、どうするかなっていうのを考えながら、ああ自分だったらこう、ウッド回して、かなーみたいな思いながら、あれ違うんだと思いながら。どうすんだろうって。さあ、もうゴリゴリ行くっすね。序盤は。さあ、序盤ゴリゴリ行ってね。様子見ながら。まだ相手のデッキは判明してないんでね。麦もこいつ何使ってんだと思いながら。さあ、で、ディガーで削りながら、オールブレイカーも追加して。ね、この、ディガープラスの、まあ、コウモリとか、なんかで攻めつつ、なんかアイゴレプラスのもう一回、ね、コウモリだったりウォールブレイカーだったりみたいな。こう2回攻めてるっすよね。なんかしっかりアイゴレの後ろにすら何かつけるみたいな。さあ、これ相手きついな。フリーズ使わないといけない。さあ、ババア、これ吹き矢で俺だったら守るけど、あー、スケでね、できるだけ最小コストで守って、ウォールブレイカー左吹き矢で守ってから、さあ、ウッドね。いやー、なんかね、上手い人ら、これ分かります？吹き矢とかね、まあ、相手が、バルーンっていうのもあるからか。出さないっすよね、ソロユニット。ソロユニットというか、あんま重いコストですね。今回の、このオールブレーカーも、その、
まあ、わかんないと思うんですよ。うわ、うめえとはなると思うんだけど、何がどううめえのかとかわかんないと思うんですけど、なんか、僕らって、とりあえず後ろから吹き矢とか、とりあえず後ろからなんかを出しがちなんですよね。で、それが、結構3コスト以上とかなんですよ。できるだけ、ちょっと重ためのね。エレキとかマズレンクとか回ってきたらとりあえず出すと思うんですけど、あんま出さないんですよ。なんか上手い人たちってこの3コストとか4コストとか、まあ、このデッキの中のちょっと重いコストをとりあえずで出さないんですよね。なんかこの吹き矢もね、両サイ守れるから出したみたいな。うわ、うめうめ。だからこう、吹き矢出せるんだけど、出さずに、なんかウッドと1コストとか。ほんと1コス2コスで守って、まあ、より回転でカード回してもっと攻めるみたいな。いやー、余裕で勝つな。圧勝だもんね。ギリじゃない。もうここまで行くと怖いもんね。さあ今回上ですね。で対戦相手は、ペッカラムですね。いやなんでこうマザリクとかもね本当に絶対大変なんですけど、まあ基本的にはディガーウッドでねやっていくのかなっていう。さあここはウッドで許容かな。さあ逆サイディガープラスのコウモリとかもしながら、しない。さあディガーオールブレイカーコウモリか。はい。でまあゴルナイダックプリ出てきて、まあペッカかな。こやつはペッカでしょって麦曲がってたな。最後で釣り、うん、からのスケルトン。いやーいら、一応出すか。でオールブレイカーセッパぐらい、うん、ケツ吹きや、はい、コウモリエリスピ、はい、でディガー、アイゴレウォールブレイカーディガー。いやーウッドでねしっかり守っていくよ。いやマジラブきつそうだな。施設入ってないんでね。でウォールブレイカーセパでね、今んとこもう狂いそうだよね。なんかやっぱこういう子がいてて序盤の間にダメージ与えたいじゃん。さあまあ、ウォールブレイカーぶっ刺すんでしょうね。もう結局、回転のなんかご了承なんでね。なんかこう、もう見てるとね、もうチンパンなんですよ、なんか。で、LSP、コウモリはいかないのか。マザネクいるからね。もうなんか、高回転チンパンご了承みたいな。お前、それ、端前出してるだけやないかいって思うんですけど。いや、すごいんですよね。サスケからの顎ですかね。いや、これ、吹き矢に走りそうだけどな。さあ、ディガーを、やりながらの、さあ、いやー、いやらしい逆サイですね。まあでもなんか今回は、ああ、相手の子はマズネがいいですね。ウッドか。今回でもなんか控えめな攻めをちょっとしてますね。この辺から来るぞ。さあ、高回転でね、ユニットいっぱい出してく。端前に1枚出すと、タゲ変えれますね。ああ、マイルスピスケでオールブレイクブッソス。まあ、こういう細かいところもうまいですよね。なんかやっぱ、あんまダメージがね、刺さらないですよね。今回、麦タン、ディガーも、コウモリとかも、結構対応されやすいので、今みたいなところで、しっかりね、ダメージ狙えるなって思ったら、積極的に狙ってきますよね。さあ、マザネクね、来るの分かってるよっていうディガー。で、逆サイドですね。片サイドだけ行ってると、結局、そのサイドにね、低めからゴルナイとかマザネクとか一生ユニット出されて、まあ、ユニット貯められてね、結局削れなくなっちゃうんで、両サイ攻めることによって、さあ、いやー、これは刺さるな。こう、逆サイド形組まれてる時に、まあ、逆サイ攻めれるよねっていう。さあ、ですが、これは、吹き矢回しそうですね。いやー、ラム逆サイ行ったのこれでかいですね。ね。さあ防衛ディガーも使いながらで許容で低め吹き矢で、いやーうまいな、うまいですよ。さあゴルネのダッシュも警戒しながらね。さあこれコウモリ無双ですね。まあ相手はねラムエレキマザネクがあるもののそこしかないので結構コウモリが生きていきますね。さあ無理やりタギをね、いやーディガーが入ってく。いやーすごいな、綺麗だよね。で、ウォールブレイカー足す？逆サイドなんすよね、ここも。おい、吹き矢が入ってくっていう。気持ちいい！気持ちいいな、これ。なんだこれ。芸術かよ。すげえ、マジ。
さあ、というわけで18勝19勝もね見ていきたいと思います。いやー、まあ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 、でもこれはちょっと相性良さそうじゃない？そんなこともない？みんなどう？いやー、きちいよな。メガナイトでゴブリン、コウモリとかも厄介か。さあ攻めるね。相手が攻めてきてるんだか。うわ、え、あー、さすがに。さあ今回の相手はメガナイトオールブレイカーですね。まあこれも珍しいんですけど、あのね、メガナイトオールブレイカーのこのユーノとかの受けがきついですね。しかも回転早いんでね、こういうオールブレイカーも結構受けられちゃうっすよね。さあ、まあどう勝っていくんだろう。でコウモリにはザッパあるんでね。ウッド、ああ、ユーノ。さあ、序盤ね、エグダメージ受けてます。ですが、ここは、熱いですね。ウォールブレイカー追加までいきますよね。さあ、いやー、これが入るんだね。ゴインゴイン。いやー、ちー。いや、このね、なんて言うんだろうな。一周目、あの、端前にね、ポイって出したウォールブレイカーの二周目のウォールブレイカーをね、無理やりこう行くのが大事なんですよね。その一周目ウォールブレイカーやります。そうすると相手がまあ、ユニットで対応してくるんじゃないですか。で、それをまあ、守りながら、カウンターでディガー飛ばして、ちょっと回して、回ってきたウォールブレイカーまで飛ばすんですよね。ウッドで終わるか。さあ、ウォールブレイカー。いや、はえー、まあ、これはメガナイトですかね。まあ、ディガーで削れてるんでいいでしょうっていう。で、メガナイトは、もうマジでスケールスピでね、キング起動したいよっていう顔をしてますね。マジでメガナイト、あの、1コス2枚やれば、まあ、1コスじゃなくてもいいんですけど、なんか陸系の脆いやつ2枚やれば、キング起動できるんでね。それ狙ってますわね。まあ、これむずいけどな。さあ、エゴレでね。いやー、うまい。いやー、この吹き矢の位置もね、絶対キング起動できるんでね、飛んでくれれば。さあ、いやー、アイゴレが、アイゴレが残ったせいで、キング起動できなかったです。さあ、で、キング起動も、まあ今ね、アイゴレが死んでればできてるし、死ななかったら、まあ、ドンマイっていう。で、LSP 右下か。はい。で、吹き合いね、ちょっと飛んでほしいよねーと思いながら、さあ、一回クッション置いて、で、ザップ来るよなーと思いながら、さあ、来るの曲がってて、はい、アイゴレを蓋もしてね。さあ、ユーの金起動は、いやー、できないか。いやー、ちょっと怖くなってきますね。1500まで行っちゃうと。で、こっからしっかり、あと相手もね、ディガー拾ったりもできるんで、ゴブリンとかでね。さあ、このスケがね、いいスケだ。完封してる。さあ、コウモリとかもね、ザップやられるんすけど、1周目はね、ザップされるんで、ね、2周目はされないよねって。いやー、このねー、見た？今の見た？みんな。やばいでしょ。メガナイトね、横にウォールブレイカー出して、もうゴブリン来るでしょ、ウッドって。いやー、で、このね、2周目ウォールブレイカーがやばいのよ。で、そこに使わせて、真ん中吹き矢、真ん中スケ、最後で、鬼の許容か、まあ、スケで一発に抑えない。いやー、ちょっと痛い、ちょっと痛い、ちょっといろいろ入ってしまうものの、さあ、ダメージはリード。からの、さあ、ここはね、許容。さあ、無視して、いやー、でもこのゴブリンメガナイトか、あと少しが、えぐい大変だ。スケもね、これ怖いんでね。そう、コウモリとスケを剥がして、ザップでやられないようにね。今のもザップ警戒のディガーですね。ザップがやばいよね。スケとかこういうのに全部に、ね、やれちゃうから。さあ、これもスケ読みの今、ザップですが、相手外しましたね。さあ、これは、まあ、メガナイトに踏まれると。でもディガーが入ってる。ウッド削りそろそろ始めたいけど、ウォールブレイカーに取ってんだな。うまいな。俺、ウッド打つもんな、あそこ。さあ、ザップ来るかもしれないので、しっかり防衛ディガーでね。LSP もうまいこと使いながら、いやー、危ねえ！え？な、負けそうなんだけど。いやー、このオールブレイカーよ。これよ。あー、ディガーが刺さってますね。まあ、これはね、もう、わかんねえ。ね、なんかもう、ほんと、なんか、眠かったら負けてたんだろうなっていう試合なんですよね。なんか、ユーノとかもね、入ってますけど、ウッドからの LSP からのアイゴレみたいな、もう気合でね、なんかもうすべて気合でなんとかしてるんですよね。あのね、マジ、
世界でこう上手いプレイヤーめっちゃいるんですけど、あのプレイヤーによって本当プレイスタイルが全然違うんですよ。本当に戦うスタイル、なんか戦い方、プレイングマジで違って、なんかこう人によってはあ綺麗、めっちゃなんかなんか綺麗だし、なんか分かるんですよ見てて、あしっかり守ってしっかり形組んで、うわーすげえなっていうプレイヤーとかもいるんですけど、このね麦はね、ヤンキーなんですよ。いい意味でも悪い意味でも、なんか見てて怖いじゃないですか。いやそれやばくねみたいな、けど後から気合で全部なんとかするタイプなんですよね。そう、無駄とかがないくてね、そういう部分ではマジでねうまいんですけど、なんかね攻めがヤンキーだし守りもヤンキーなんですよ。でもだからこそなんか普段だったら多分タイブレイクで負けるようなところも多分突破できちゃうし、まあその防衛なんで守れたみたいなね多いんですけど、ほんとねいい意味でも悪い意味でもねヤンキーなんですよね。本当にマジでプレイングスタイルねやばいんですよね。いやなんかすごいの鬼行くんだよ、ほらやばくない？いやえぐいやろ、当てすぎやろ、ファイボか。いやーえぐいなこれね、もう全てが分かってますよね。でこれででもエリアで取ってますからね、すごいんだよな。俺らだったら守れないっていうのを守るんですよね。もう気合で守るんですよね。さあ、まあ今回は相手こう人技か、いや LSP もいいですね、しっかり言うの歩かせてます。でゴリゴリでね、ディガーオールブレイカーですね。あー相手もオールブレイカーきついですね、吹き矢がね、ちょっときついっていうのもありながら、さあまあこの吹き矢はねファイボで行かれちゃうんでね、あとマジアチやばいな。さあ LSP コーンもレスケ、いやーなんかユニットの位置関係もうまいですね。で吹き矢も延命していく、相手もマジアチ延命ですね。さあで1周目の吹き矢はまあ十分仕事したやろ、さよならっていうのでね、さあ2周目おかわりです。LSP ウッドで剥げないかなあれ。いやウッドがやばい、これやばい、ウッド使って、いやーちょっと痛いですね。いやマジアチャが、マジアチャやばいけどもうゴリゴリいきます。さあれなんで入るんだ、ちょっと待ってよ、これはちょっと疑惑だな。今のはちょっと疑惑じゃないですか。まあ入ってなかったとしても結局このディガーとね、いややばいよねこの、もう相手のだってマジアチャとかガン無視でもうディガーで削りながらみたいなね、いやーすごいですね。これ余裕で勝ってますからね、タワー3700。はい、というわけで、まあこれで20勝しましたよというわけでね、いやーすごいですね。まあこういうの見るとね、ちょっとこう僕もこのオールブレイカーでね20チャラやろうかなと思うんですけど、多分後悔するんでやりません。はい。というわけで、ちょっと皆さんね、まあこのデッキ使いたかったら、まあ楽しいのは楽しいと思うんですけど、鬼むずいと思います。はい。まあぜひね、ちょっと一度は試してみてください。そしてね、この麦丼、他のね、試合とかも多分チャンネル上げてると思うので、まあ気になった方は、そしてね、まあ上手くなりたい方とかね、はい、ぜひね、この麦のチャンネルもね、概要欄貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。僕のチャンネルもね、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。というわけで終わります。お疲れちゃんでした。またねー。